上海本ライカサーススーチャーラスは上海本科の昆虫の一つ。このトガを代表する昆虫で細長い気褐色の柔らかなカブトムシ。春から夏に出現し、日本全国に見られる普通種である。体長15ミリメートル内外のカブトムシ。全体にハイキーロの柔らかな毛が一面に生えている。体色は基本的には黒だが、頭部の一部、触角、 全胸祭の周辺部、全子、それに、不足の大部分が、高褐色なので、高褐色の印象が強い。ただし時に黒化した個体が出現し、種の判断を迷わせる。頭部は両端にある複眼の間がややくぼんでおり、前半はやや大きな天国がまばらにあり、後半は小さな天国が密にある。触角は細長い糸状で、第二節が一番短い。 前胸背は、ほぼ四角形をしており、前側が、わずかに狭まっている。その背面の後半部が、やや盛り上がっており、その中央に一本の縦溝がある。前肢は閉じた状態では、前胸背よりやや幅広く、両側はほぼ平行になっている。その表面は全体に荒い天国と、小さな下流状の突起をまばらにつけ、黄色の短い毛の合間に黒い直立した毛が生えている。 死ユの区別は一目ではわかりにくいが、メスでは第一、第二脚の爪の内側に小さな歯があり、オスでは触角の第四節から第八節にかけて長い溝があり、また第三脚の形節が湾曲している。幼虫は背面は肺褐色をしており、短い毛を一面に密生しているので、ビロード状となっている。おとっきはなく、全境の背面に一帯の白っぽい。 小さな反紋があり、また中京と公共の背面には一体の暗色の反紋がある。上海本の名は由来不明と言われることが多いが、伊沢には平の清盛との関連であるとの説が紹介されている。それによると上海本は漢字では上海棒と書き、これは平の清盛のことであり、清盛が高熱で死んだことからこの昆虫に結びつけられたという。 ただし本種には毒性などはなく、しかし似た姿の昆虫であるカミキリモドキは、その体液が皮膚につくと水膨れを起こすことがあり、これが混同されたらしい。さらに、水膨れから、火傷という連想が起きて、高熱のイメージから清盛に結びついたという、ともかく誤解が重なってのもの、ということである。体は柔らかいが、肉食性で他の小型昆虫などを捕食する。 紅葉樹の葉の上や花で見かけられ、活発に飛翔する。成虫は5月頃から出現し、土の中に卵を固めて産みつける。卵は10日余りで孵化し、幼虫は地表を歩き回って昆虫などの小動物を捕食する。秋には修齢に達し、幼虫で越冬し、翌年4月頃に、石や苔の下などで養化する。普通種で、北海道、本州、四国、 九州、利尻島、佐渡、津島に分布する。この類では最も普通に見られるものである。本種の含まれる上海本属のものとして、黒沢他には本種を含めて12種が取り上げられているが、概ね体色で判別できる。ただし黒上海 A アトライセタスはその名の通り全種が黒いのであるがその色彩変異は幅広く、全種がほぼ気褐色のものがあり、 本種との区別は細部によらねばならない。本種も地域によっては全種が黒くなったものが出現する。なお、日本産上海本かチェックリストにはこの属のものとして49種もが掲載されており、分類は難しそうである。他に、金色上海属ティーマスのものも本種にやや似ているが、概ね対色で判別できる。よく見られる。 金色上海 T エピソーカピリスは、本種より一回り大きくて全種が鈍い。金属光沢を持っている。以下のような亜種がある。以下、種として、石井保編、P1047。円柱編、P161 以下。志村編、P236。石井 P123。円柱編、P161 以下。志村編、P236。黒沢保花。 P113、黒沢ほか、P54、黒沢ほか、P113、黒沢ほか、P54、2019年6月12日閲覧、日本産業解本化、チェックリスト、2019年6月12日閲覧。ありがとうございます。